い、皆さんこんにちは、れなです。今日はめちゃめちゃ久しぶりに一人で動画を撮りたいと思います。今日はパカを別の部屋に行ってもらって、私はちょっとイメージチェンジをするってタカに言ってあります。私は今日人生初髪の毛を染めたいと思います。イエーイ。人生初といっても、前に一回モロッコに行った時にちょっとだけ前髪を紫色に染めたりしたことがあって、今日は全体的に髪の毛をピンクにしたいと思います。めちゃめちゃなんか緊張してきました。美容院ではなくて家で簡単に染める方法を見つけたから、それをちょっと試してどれだけ髪の毛がピンクになるかを見て、でその結果をモニタリングでタカに見せて反応を見たいと思います。ちなみに YouTube ライブにいつも参加してくれる視聴者さんもわかるかと思いますけど、髪の毛を染めることはもう長く長く考えてて、皆さん視聴者さんにも何の色がいいかとかも聞いたり、今日は髪の毛をピンクにするんですけど、タカはあんまり賛成しないというか、染めたら嫌だとか、まあピンクは嫌だとか、なんかこうめちゃめちゃうるさく隣で言われるけど、今回はちょっとタカを無視してやりたいと思います。タカはもちろん私は染めることも言ってないし、ピンクに染めることももちろん言ってない。本当にその後の反応はどうかはちょっと心配してて、タカが怒るかどうかどうなるのかなとは思うけど、私はめちゃめちゃ楽しみにしてます。ではじゃあ始まる前にちょっとタカが何をやってるか聞いてみましょう。何ですか何ですか社長、ドイツ語やってますよ。キクタン初級編、何のイメージチェンジしますか社長、教えてあげない。眉毛を剃りますかそう何ですか、坊主ですか。坊主もいいかもしれないね。何気になるんですけど。いいアイディアたくさんありますね。まつ毛を染めるとか。ああそうだね、それもありますね。何ですか、どのぐらいかかる。30分とか。ここから出ないでくださいね、ちゃんと集中して。さよなら。フェンディエン、アインラーデン、アンルーベン、フォーシュテレン、アンファンゲン、スパツヤゲンゲーヘン。何を見てる行けはい、じゃあタカが隣の部屋に行ってちゃんとドイツ語を勉強しながら、私はここでイメージチェンジをします。じゃあまずは準備。今日をピンクに染めるという話だったんですけど、色ではなくてピンクシャンプーです。カラーシャンプー、本当にシャンプーみたいな感じで髪の毛を濡らして、シャンプーみたいにこう入れてちょっと待って流せば色がつくという魔法のものです。ドイツ語です、全部ドイツ語。書いてあるのがシュワーツコップ、なんか有名なブランドですよね、シュワーツコップ。マインカラーシャンプーピンクステイブライト、今日はこれを使って本当にピンクになるかどうかをチェックしたいと思います。まずはやり方を読んでみます。3分から5分つけて髪の毛洗ってやってください。やってる間にプラスチックの手袋を使ってくださいって書いてあるけど、はい、準備不足で私は手袋がないから手がピンクになる可能性があります。シャンプーはもちろん普段はこう全部服を脱いでお風呂の中でこうシャワーを浴びてシャンプーをするんだけど、今日は動画を撮ってるから洗面台でやろうと思ってます。ではでは、メガネを取ってちょっとタオルをこうして髪の毛を濡らします。髪の毛をちゃんと、冷たー、もっと待ってばよかった。こんな感じで
完全にピンクのシャンプーを使いたいと思いますけど、どれぐらい使えばいいって書いてない。適当に。じゃあ。やっば。見てこれ。めっちゃピンク。これでめっちゃピンクになるんじゃない？じゃあちょっと多めにこれを使って、うぅっ、うぇーうぇー、楽しみとけ。じゃあシャンプーのように髪の毛全体的に入れる。なんかこう全体的になるためにもっと水ともっとシャンプーがいると思うよ。なんか髪の毛変わるのかな、色。普通にピンクじゃなくなったんですよね、これ。バンバン使おう。ちゃんとなるためにたくさんたくさん使いましょう。いや、なんか匂いは普通にあのカラーリングじゃなくて普通にシャンプーの匂いをするし、ちょっとだけなんか泡にもなんかなってるんだよね。洗い流すかな。あとこれをなんかこう待てばいいか、シャンプーみたいにこうシャンプーインのマッサージをすればいいかも書いてないから、どうすればいいのかな。 OK、 今から洗い流します。お、水がなんかちょっと薄いピンクというか、なんかラベンダー色みたいな、なんかそんな色になってます。洗いましたけど全然ピンクになってないと思いますよ、はあ、もちろんちょっとドライヤーを使わないとわかんないけど、多分全然ピンクになってない。待って、チャチャーン、できました。何にも変わってない。めちゃめちゃこう近くで見て私の髪の毛めちゃよくしてる人はこうほんの少しのピンクの雰囲気がついたみたいな感じで、これは欲しくなかったよ。私はピンクの髪の毛が欲しかったな。これは失敗ということだね。このピンクシャンプーは不合格です。不合格です。タカに見せるほどのことなのかな。タカが私のリメイクで何が変わったかをちょっと聞いてみましょう。じゃあタカを呼んでいきます。あの目隠しをして。あ、いいよ、あの簡単な方法があるよ。目をつぶして、ごめん、目をつぶして、こう目をそう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 、はあ、はいはいはい、ちょっと待ってて。何が変わった？よかった。何だこれは。もしかして俺が向こうでドイツ語勉強してる間に一人で買ってきたケーキを食べた？そうそう、その、そう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 、ちょっと怖いんですけど、大丈夫？足元とか舐まない？多分ね、どうでしょうね。すっげえ匂いする、なんか甘い匂いがする。はい、オッケー。ここにベッドじゃない、ソファがあるから座ってて。なにこの匂い、すごいいい匂いするよ。なんか食べた？そうそう、食べた。はい、目隠しを取っていいよ。で、タカのタスクが何が変わったか教えてください。で、なんか変わったところ、イメチェンしたから、はい、そう。それはもう毎日見てるから分かりますよ。あ、よかった。開けていいですか？はい、開けていい。オープン。眩しい。眩しい。何が変わった？おー。毎日見てるから分かるでしょ。寝る？よく分かってないよ。もう1週間この寝るだ。
リップ。リップ。変わってない。眉毛抜いた？この匂いは何？ね、この匂いは何？これをちょっと。あ、いい匂いする。トリートメント？それイメージチェンジって言わないよ、トリートメント。わかった。何？アイコンタクト。バカ、いつも見てるからわかる。え、何？全然わかんないよ。うん、教えてあげようか。わかりません。毎日一緒にいますがわかりません。だよね。え、何？本当に何？はい、何も変わってないんです。ドッキリでした。そういうわけ。本当に？いや。何？これを使って髪の毛をピンクにしようとしました。ピンクシャンプーじゃん。これをやったってこと？これやった。おい、俺に相談せんかい。全く変わってない。なんかちょっとだけなんかの雰囲気のなんかの。あれでもね、地肌がピンクになってる。ある。この。ピンクになってる。ちょっとピンクになってる。ちょっとだけね。もう今これを見たから気持ちの問題かもしれない。でしょ。じゃあもっと使えばいいってこと？いやダメです。没収。これ没収。これ没収。あいつあとでもう一回ダメダメ。どんどんピンクになるじゃダメダメ。ある。あれがなくなるまで試すよ。ピンクは皆さんどう思いますか？ピンクがいいでしょ。いやピンクは嫌だよ。いやピンクがいい。さっきさこう外したらさ、もし真っピンクだったらもう俺ガーってなる。それは見たかったから、あの皆さんも見たいでしょ。私はピンク諦めないんですよ。ピンクをとりあえず諦めずに、また今度ピンクにしようと思います。皆さんコメント欄で教えてください。ピンクは似合わなかった、似合わないと思う、やめた方がいいと思う。あの僕の言うこと聞かないので、皆さんの一つ一つのコメント一票一票が大事になってきます。この動画をここで終わりにします。私のドッキリが成功したかな。いや、なってないします。俺だってイメージチェンジ何か分かんなかったからね。めちゃめちゃ失敗した動画です、ごめんなさい。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。